テレンス・ボイドはドイツ・ブレーメン出身のサッカー選手。3、リーガのハレシャー FC 所属。ポジションはフォワード。ヘルタ・ベルリンの下部組織でキャリアをスタートさせ、2009年にドイツ4部に所属するセカンドチームでプロデビュー。2011年に同じくドイツ4部のボルシアドルトムントのセカンドチームへ自由移籍で加入し、 2011から12シーズンには20得点を記録。2011年10月22日に行われた、ブンデスリーガ1、FC ケルン戦で初めて、トップチームに招集されベンチ入りを果たしたが、出場機会は訪れなかった。2012年6月、オーストリアの SK ラピードウィーンと3年契約を締結。2012年7月21日のバッカー。 インスブルック戦でデビューを果たしデビュー戦で2得点を記録。ラピードウィーンではリーグ戦59試合で28得点を挙げた。2014年ドイツ2部の RB ライプツヒへ移籍。10月17日の 1FC ニュルンベルク戦でデビューを果たしたが12月7日の FC インゴルシュタットレイヨン戦で右膝前十字靭帯断裂と半月板損傷の重傷を負った。 その後3度の手術を経て、2016年9月11日に、セカンドチームの試合である1、FC ロコモティーベライプツィ戦セで643日ぶりに、公式戦へ復帰した。2017年1月、SV ダルムシュタット98へ2018年6月までの1年半契約で、移籍。2019年2月5日、トロント FC へ完全移籍。 2019シーズンは11試合に出場したが、無得点に終わった。アメリカ代表として、世代別代表でプレー。2012年5月20日に行われたスコットランド戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。